石井志郎6月25日から1959年10月9日は日本の陸軍軍人、医師。最終階級は陸軍軍医中将。高4級医学博士。学府は荒木虎三郎。関東軍貿易給水部長を務めたことで知られる。千葉県三部軍芝山町の地主兼酒造家である石井勝ツの4、男として生まれる。千葉中学。 第四高等学校を経て、1920年3月、京都帝国大学医学部を卒業。指導教官は、清野賢治。1921年4月、陸軍二等軍医に任官し、この F 表第3連隊府。同年8月、東京第一英寿病院。1924年4月から1926年3月、京都帝国大学大学院に派遣される。 1924年、陸軍一等軍医に進級。1926年4月、京都英寿病院。1927年7月、京都帝国大学から医学博士号を授与される。博士論文は、グラム陽性総休金について。1928年4月から1930年4月、欧米出張。1930年8月、 陸軍三等軍医生に進級。陸軍軍医学校教官。1932年8月、陸軍兵基本部府県陸軍軍医学校府。1933年4月、陸軍軍医学校部員、同年9月、貿易研究室主管。1935年8月、陸軍二等軍医生に進級。1936年8月、陸軍兵基本部府。 1937年2月、陸軍部官官投票の改正により、陸軍軍医中佐。1938年3月、陸軍軍医大佐に進級。1939年4月、県参謀本部府。同月から1941年1月まで、県中品派県軍防疫給水部長。1939年5月11日、 野門藩事件が勃発すると、関東軍貿易部長として出動。7月8日から10日間、海へしゃげ南将軍病方面にて、貿易給水部隊を指導。10月1日、野門藩事件での貿易給水への貢献が評価され、石井が長を務める関東軍貿易部は、第6軍司令官の小木スリュウ兵中将から部隊勘定を授与され、石井の顔写真付きで、 新聞報道された。1940年8月、関東軍貿易給水部長兼陸軍軍医学校教官。関東軍貿易給水部は帝国陸軍の監修により部隊長の名を冠した石井部隊の通称名で呼ばれた。1941年3月、陸軍軍医少将に進級。同年4月、陸軍の全部隊に通称号が導入されたのに伴い、 関東軍貿易給水部本部に満州第731部隊の通称号が割り当てられる。同年11月、陸軍技術有効賞を受賞。1942年8月、第一軍軍医部長。1943年8月、陸軍軍医学校府。1945年3月、陸軍軍医中将に進級。関東軍貿易給水部長に再任。 同年5月、満州第731部隊は、満州第25,202部隊と解消された。同年8月、ソ連軍の侵攻を受けた、満州国を脱出し、内地へ帰還。同年12月、予備役編入。極東国際軍事裁判において、先般容疑を問われたが、詳細な研究資料を提供したため、GHQ のダグラス・マッカーサー最高司令官と、 チャールズ・ウィロビン少将の協議によって、卒業免れたという。公職追放の対象者となり、新宿区内で委員を開業し、近隣の住民が、怪我や病気になると無償で診療を行ったという。晩年には、キリスト教に入信した。1948年定銀事件の発生後、警視庁の捜査本部に呼ばれ、使用毒物や犯人の心当たりについて、 率直な意見を述べた。その場に立ち会った東京地検の検事の高木、はじめによると、石井は協力的で善良な人物に見えたという。1959年10月9日、高等がんのため国立東京第一病院で死去。葬儀委員長は北野正治が務めた。墓所は東京都新宿区川田城の月刑事。2003年、ジャーナリスト青木吹子により、 石井本人が1945年に書いた大学ノート2冊に及ぶ終戦メモが発見された。ありがとうございます。